2022年2月24日にウクライナ侵略を開始したロシア軍は、当初数日で首都キーウを陥落させる勢いで進撃し、戦前よりウクライナ軍を圧倒する戦力を保有しているとされていたことから、さほど時間をかけずにウクライナ軍を掃討するものと見られていたよね。しかし、ゼレンスキー大統領の指導のもとに国土防衛の意識を高めたウクライナ人は、半年の間ロシア軍の物量に物を言わせた猛攻撃に耐え、占領地においては様々な非人道的行為に耐えていたぜ。国が一丸となって抵抗を見せたってわけだね。そしてやがて、アメリカや北大西洋条約機構NATO諸国などからの軍事支援を受けて再編成されたウクライナ軍の反攻が開始され、9月に入ってからは東部のハルキウ州、ドネツク州、ルハンシク州や、南部のヘルソン州、ザポリージャ州などにおいてロシア軍は占領下地域を広く奪還されるなど、思わぬ苦戦を強いられているな。そうだね。さて今回は、苦戦のロシア軍が正規軍と私兵、傭兵との間で深刻な内部対立が発生していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍は欧米諸国からの支援をもとに反攻のための部隊編成を終え、8月末に反攻に転じることを宣言し、9月1日には東部ドネツク州の鉄道交通の要衝で、ロシア本土から東部地域に展開しているロシア軍部隊への補給拠点であるリマンを奪還され、さらに東隣のルハンシク州やドネツク州の奪還を目指して進撃を続けているよ。また、南部ヘルソン州でもロシアに占拠されていた集落を相次いで解放していて、同州を東西に分けて流れるドニプロ川ドニエプル川の西岸にあって、侵略開始早々に占領されている州都ヘルソン市を奪還する勢いを見せていて、同市に設置されていたロシア軍司令部はその勢いを恐れて、すでにドニプロ川を渡って東岸に退避してザポリージャ州のメリトポリまで退却したとの情報もあるほどなんだ。ほとんどの戦線で苦戦続きのロシア軍において、正規軍と外国からの傭兵や民間軍事会社の私兵などとの間で対立が起こっているというぜ。プーチン大統領がドネツク州、ルハンシク州、ザポリージャ州、ヘルソン州の4州を、不当な住民投票を根拠として併合を宣言した9月30日の翌日10月1日に、ウクライナ軍がドネツク州北部の要衝リマンを奪還したことと、防衛していたロシア軍部隊がその周辺から撤退したことを受けて、プーチン大統領の盟友と呼ばれる人物2名が、ロシア軍司令部とその戦略を批判しているよ。ロシア連邦北カフカースコーカサス連邦管区にあるチェチェン共和国の、ラムザン・カディロフ首長はプーチン大統領を信奉していると言っても過言ではない支持者であり、このウクライナ侵略についても全面的に支持を表明して、自身の私兵団として残忍さにおいて悪名高いカディロフチと呼ばれる民兵組織を中心とするチェチェン軍を派遣しているんだ。カディロフチの構成員には犯罪者がかなり多いことが指摘されており、人権など存在せず非人道的な弾圧が横行するチェチェンで活動している人権活動家は、このグループがカディロフの支配を強固にするために殺人、拷問、誘拐などに深く関わっているほか、さらにはそれらの残虐行為に加えて強盗や多額の身代金請求など金銭目的の犯罪が普通に行われていると述べているよ。部下がそんなんだと、上司もたかが知れてるよね。カディロフ首長は、リマン奪還以前にイジュームが奪還された際にもロシア軍司令部の戦略について批判を展開していて、自身の SNS 上でもしチェチェン軍がイジュームの守備をロシアから命じられていれば、一歩も後退しなかったはずだとロシア軍が撤退したことについて批判し、ロシア軍部隊にはそのための訓練を受けている者がいなかったのだろうと、徴兵が多く練度も士気も低いロシア正規軍を皮肉っているみたい。また、司令部の戦略においても東部戦線での戦略には間違いがあったとして疑問を呈した上で、特別軍事作戦の戦略に変更がないようであれば、私が国防省参謀本部や政権指導部に出向いて状況を説明しなければならないだろうとして、戦況次第ではプーチン大統領に直談判することも辞さないと主張していたんだって。さらに、カディロフ首長は軍の援護主義は何の役にも立たないと批判し、ウクライナ東部のロシア軍司令官は勲章を剥奪する必要があり、血で恥を洗い流すために自ら銃を持って前線に送られるべきだとして私ならば、東部戦線担当の中央軍管区司令官ラピンを一兵卒に降格させて、恥を拭わせるためにライフルを与えて最前線に送り出す訴えているほか、リマンで敗北を喫する可能性について2週間前にロシア軍のゲラシモフ参謀総長に警告したけど、一蹴されたことを明らかにした上で、国防省が最高司令であるプーチン大統領に何を報告しているかは知らないが、個人的な意見としては、より抜本的な対策を講じるべきだとして、プーチン大統領を取り巻くロシア軍高官を批判しているね。また、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者でプーチン氏の盟友とされるエフゲニー・プリゴジン氏は、
このカディロフ氏の発言を称賛していて、ろくでなしの軍司令官には自動小銃を持たせて、裸足で前線に送り込むべきだと力説しているとされ、プーチン大統領の信頼が厚いとされている二人のお気に入りが、この半年間、脆弱ぶりをさらけ出し続けているロシア軍の上層部を公然と批判しているみたい。10月3日には、同じくウクライナ東部戦線の指揮を担っていたジュラブリョフ西部軍管区司令官の解任が報じられ、アメリカのシンクタンク戦争研究所では、カディロフ首長とプリゴジン氏による軍批判を受けたプーチン大統領が、作戦失敗の責任を同司令官に転嫁し、ロシア国内で高まる不満をそらすための人事であるとの見方を示しているね。また、ロシアでは9月下旬にも補給作戦を担当していたブルガコフ国防次官の解任が報じられており、ここに来て軍幹部の解任や更迭が相次いでいるな。戦争研究所はプーチン氏がジレンマに陥っていると指摘していて、ウクライナでの軍事作戦を継続するためには、プーチン大統領としては当てにならない正規軍だけではなく、カディロフ首長の私兵組織カディロフティやプリゴジン氏のワグネルの傭兵に頼らねばならなくなっていると分析していて、それを裏付けるかのように、プーチン大統領は5日、カディロフ首長に対してロシア軍では3番目の階級となる上級大将の称号が授与されたよ。カディロフ首長はこれまで、ウクライナにおいて極端な戦術を用いるよう繰り返し呼びかけており、リマンが奪還されたことを受けてからは、低出力の核兵器使用を検討すべきと提言し、自身の14から16歳の息子3人をウクライナの前線に送ると表明していることから、ロシア軍の上級大将との称号を得たことで発言権が高まり、プーチン大統領に低出力の核兵器使用を強く訴求することが懸念されているみたい。勝つためには手段を選ばないような人なのかな。今の時代に核を使えばどうなるか、考えればわかりそうなものだけど、世界からの批判なんて気にしないんだろうね。劣勢のロシア軍においてプーチン大統領が部分的動員令を発令してから2週間が経過したが、招集を避けようとしてロシア国外に脱出する対象者が後を絶たないようだな。10月4日のフォーブス紙ロシア語版電子版では、ロシアから脱出する対象者は100万人に達しようとしていると報じているもんね。西側諸国のメディアは9月末の時点で20万人を超えるロシア人が国外に脱出したと報じていて、その脱出先はほとんどが陸路で周辺国であり、カザフスタン20万人、グルジアにも5万人以上、欧州連合 EU 諸国にも6万人以上が入国したとしているんだけど、ロシア当局は暴動に発展することを恐れて国境封鎖などの措置に踏み切れず、このままの状態が続くようであれば100万人以上のロシア人が国外に逃れていくとの見方も出ているよ。その混乱の中プーチン大統領は4日に、ウクライナの4州を併合する条約の批准書や関連法案に署名して併合手続きが完了したことが明らかにされたんだけど、西側諸国は併合は不当であるとの立場を取り、ロシアに友好的な国々においても併合宣言後にプーチン大統領に電話をしてきたのはバーレーン、マリ、タジキスタンのみで、中国やインドは距離を置いていると見られ、プーチン大統領は国際社会からの孤立を深めつつあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。